会兵庫永瀬武史です。兵庫県では令和3年度の予算で拉致問題を啓発する映画を独自に制作いたしまして、現在配信をしております。兵庫チャンネルというところから拉致問題啓発と検索していただきましたら、私たちにできること、拉致問題の解決を願ってという動画がヒットすると思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。42分とちょっと長めではありますが、東播磨高校の放送部の皆さんが、出演をし、制作をしてくださってます。そして、有本さんのお父さんへのインタビュー、吉見美穂さん、秋田美和さんのお姉さんですね、秋田美和さんのお姉さんの、お話になっている模様や、官房長官などそれぞれの政治家や知事に対するインタビューなども交えながら、私は大変よくできた啓発資料ではないかなと思っております。そしてこの兵庫県が独自に作ったわけですから、兵庫県の教育現場でこれを子どもたちが見ることによっていろんな思いを持ってくれるのではないかなと。そして自発的にですね、この動画の中で映画めぐみのことにも触れられているので、映画めぐみを見ていない子どもたちは、映画めぐみって何だったのかなっていう形で見てくれればいい、そういう意味でこの、啓発映画が教育現場で流されることに大変私は大きな期待を持っています。ぜひこの私のチャンネルをご覧いただいている皆様にも、この私たちにできること、拉致問題の解決を願って、この啓発映画をご覧いただきまして、率直なご感想をお寄せいただきたいと思います。チャンネル登録と高評価のほどもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。